ずっと精神病院の中にいたのか。原発が爆発して双葉の病院避難することになって、それでお前が正常だってことが分かった。そういうことか。立石幸子、避難先の東京で息子夫婦と一緒に暮らしてるって。今さら会ってどうすんだ。どちらに行かれるんですか。自転車で東京に行こうとしてたんですか。無茶すんな。双葉の人です。東京にいる初恋の人に会いに行くの。先にお金いいですか。あの、何か。どうして私に。40年近くも病院にいたの。信じらんない。マジでそんなことあんの。もしかして私とやった。ずっと地元が嫌いで、原発があるとかないとかじゃなくって、この年になって上京するとは思わなかった。ありがとうね、会いに来てくれて。久しぶり。